皆様こんばんは、カズチューブです。今回もご視聴本当にありがとうございます。東京有明のホテルからお送りしておりますが、早く寝たいんだお前は、さっきも言いましたが、明日早いんでね。さて、僕の X に寄せられましたコメントをご紹介するバージョンでございます。買ってよかったね。もう最後ヒヤヒヤしたけど、あそこで一発が出たらっていう感じだったもんね。怖いね。ね。さて、皆様のコメントでございますが、クースケどんぶりさん、良い点の取り方でしたね。今日誕生日だったので嬉しいです。ハッピーバースデー。最後バタバタした感じがだいぶ気になりました。まあね、すんなり言ってほしかったね。高野真嗣さん、まあ、とりあえず勝ててほっとしました。石膏もありましたが、ビッグイニングの場面でのつながりは良かったです。そうなんだよ、畳みかけてきたもんね。まあ石膏というか、まあ、相手も必死に来てるんで、そう簡単にはね、毎回毎回チャンスは生かせないんだけれども、まあここっていう時に点が取れたのは大きかったですよね、本当にね。ありがとうございます。ヒーロー令和ビーズさん、ほんとしんどい試合でしたね。最後まですんなりいかずでしたが、ほんと勝ててよかったにつきますということで、その中で打線がお目覚めというか、9回表の、攻撃は猛攻は見事でしたということですね。おっしゃる通りですね、本当にね。ジャンプさんです。序盤で東投手が複数失点して、相手の高橋コーナー投手にきっちり抑えられた時はやばいと思いましたが、よく追いつきひっくり返しました。そうなんだよ、あそこ一旦ね、いっぺんに4点取れたっていうの大きいんだよね、本当にね。自分は内容はどうあれ勝てばよいと思っています。明日も全員で勝ちましょう。そうなんだよね、プロ野球は結果なんだけどね。ただ解説の坂口君も言ってたけど、明日も明後日もゲームあるんだよね。だからやっぱりこの相手にちょっとでもいいイメージは与えたくないなっていうのがあるよね。ありがとうございます。やっちゃんさん、とにかく勝てたという現実を喜ぼうと思います。 Me too。 打って点数取っておくのはほんま大事ですよね。9回表に取っておいてほんまに良かったです。もうほんとそうだね、勝負ってね。金曜日より方、そうそう、ブラックフライデーと呼ばれていたから、今日初回の失点で、あ、今日もまた今週も金曜日は厳しいのかなと思ったんだけどね、よく勝ってくれたよね。アルミンさん、大前さんお疲れ様でした。最終回の宗選手の走者一掃タイムリーがなければと思うとゾッとしますね。いや、あれがなければマチャドが最初から言ってるからと僕は思いますね。明日はファンの胃に優しい試合を期待しています。いや、なかなかそんな試合ないね。昨日もさ、僕らBS12 でね、副音声でやらせてもらったけど、まあ、点差はあったけど、なんかこう楽に見られたゲームじゃなかったもんね。ありがとうございます。それから、リモさん、お前さんこんばんは。今日も勝ちました。カード頭に勝ったのは何日ぶりでしょうか。記憶がありません。本当だね、ちょっともうすぐ出てこないけど、調べりゃすぐわかるけど、本当そんな感じね。大体先週の楽天戦の勝ちがさ、7カードぶりの勝ち越しだったんでね。でそこでまたこの前エスコンで負けてきたんでね、なんとか勝ち越してほしいけどもね。ね、打線が少しずつ温まってきた感じがします。そうだね。森のタイムリーはさすがでした。そうそう、横山君がさ、デビュー戦で内野安打で初安打出たもんね。大したもんだよ本当にね。今日の打線はフォアボールをしっかり選んですごいと思いました。明日からも全員で勝ちましょうということで、リモさんありがとうございます。牛島カレンさん、最後のごたごたは少し腹立ちましたからね。勝ちは勝ちで、勝てれば結果オーライと言い聞かせておりますが、ホームランはないものの、ここぞで頼りになる森さんが帰ってきましたね。確かに宗くんもよく打ちました。何よりも横山くんの初出場での初安打出たのが良かったですということ。本当だね、よく打ったね本当にね。ちょっと気が楽になったんでしょうしね、本当ね。でもさ、そこでサードのスタメン取られた宗くんが途中から行って、あそこで打つんだもんね。大したもんだよ本当にね。変頭痛さん、序盤3点を取られた時は厳しいかなと思っていましたが、紅林くんナイスタイムリーでした。本当そうだね。9回も今シーズン打てなかったアブレイユ選手から5点も取れて気持ちよく終われるかなと思ったら、そうはいかなくて焦りました。確かに焦った。とにかく明日も勝ちましょうということだから、まあ、勝つと思うな、なんだやっぱりね。勝つと思うな。今日は西武ファンもきっと初回の3点でちょっとは勝つと思ったと思うよ。やっぱ勝つと思うな、なんですよ本当にね。
しーちゃんさん、今日もリホ、なんとか今年初の金曜での勝利、そうブラックフライデーから脱却しました。あと久しぶりのカード初戦勝利できてよかったです。そうだね、今日はクリーンアップに全員打点がつきました。そうなるとやっぱ点が入るってことなんだよね、やっぱりね。あと今日まさかの昇格の横山くんのプロ初安打を祝いたいです、祝したいです、ということですね。土井真一さんはオーベルーナ、これは森くんのヒーローインタビューの写真を貼ってくださいました、ありがとうございます。紅林くんのタイムリーは素晴らしかった、今日初の現地観戦よかったですね。やっぱり森さんと宗くんの勝負強さは最高です。ちょっと最後ヒヤヒヤしましたが、なんとか勝ててよかった、心よい気分で帰ります。ご安全に、というところでございますな。はい、まあたくさんね頂戴しておりまして、全部は全部ご紹介できないけどもね。1988-1019川崎さんは打線がつながりました、東君悪いなりに6回まで投げてくれたのも良かった、交流戦までに借金返したいです。交流戦までは無理です。だってあと2つしかないじゃん。牛子さん、昨日の9得点、今日も9得点と連日大量得点とは珍しい。もうちょっとね、もうちょっと早めにがありがたいんだけどもね、横山君初安打、森君、紅、宗君のタイムリーなど見どころもたくさんあったかなということですね。それから三木亭さん、点差があるのになんとか勝てた試合でした。中継ぎが、中継ぎっていうか、でも阿部ちゃんもね、本田君も頑張ってたからね、あの9回のとこだけなんでね、難しいね本当にね、ということで、はい、皆さんメッセージたくさんありがとうございます。全部目は通させてもらっておりますんで、短い時間でありましたが、ちょっと僕もこの後もろもろやることもあるんで、早く寝たいしということで、ちょっとね、この X にポストしてからすぐに喋っておりますがね。ロイパーさんは、最終回ほんまに常にドキドキするわっていう、常にっていいですね、ありがとうございます。そんな感じですね。まあ明日もまたゲームがあるんで、明日はソッタンですね、ソッタンに頑張ってもらいましょう。今回もたくさんのメッセージありがとうございました。じゃあまた、よかったね、勝ってね、何よりです、金曜日勝ったのは嬉しいね。